はいどうもー、はい、どうも水溜りボンドです。お願いしま す, しますね。今日も1日頑張っていきましょう。さあ、お前が見せるの何なんその最後1日頑張っていきましょうとかさ、いいじゃん。トミー賞っていうのをね、はい、募集かけさせて、知ってますよ、いただいたんですよ。じゃあ応募しようかなって思うの毎回俺は、うん、ないのよ。よくみんなあるなと思って、すごいよね。いや俺冗談でさ、うん、これどうですかってやろうかなと思ったんだけど、うん、本当にないの、その全部8000ぐらい、6000から8000ぐらい来ました。おで、まあこれはまあ知らない人のために説明すると、まあ、僕がただちょっと飯テロしてみてくださいっていう、うん、その美味しそうに撮れた自分で撮った写真を僕に送ってください。うん、で、まあハッシュタグでトミー賞ってつけてツイートしてください、うん、それの1位を決めるみたいなね。デザートから何からいろいろでしょ。全部あり。で、まあいろいろって来たので、で、まあ、レベル高いです、やっぱり。ああ、ちょっと、見ていいですか。何個も選抜したの。一応ね、ここで7個選びました。いいな、入りたかったな。入ってんじゃないかな。実は、お忍びでやってるやつか。やってるかもしれないぞ。で、一つ目、こちら。うわ、すごい。これ、肉だけのハンバーガーらしいです。それ、お前言ってなかった？これ言ってたやつ。僕が行きたいって言ってた店の。言ってたよね。うん。の、ハンバーガー。これ、やばいな、こう見ると。二つ目、これちょっとなんかね、学生の頃の夢。なになに、なにこれ、どうなってんの。とりあえずめちゃくちゃ入ってるよ。そう、なんかパン屋さんが多分、あーわかるな、このわかるな、卵サンド学生の頃あったらもう毎日買っちゃうね。いや、これいいなと思って。うん、これ素晴らしい。これの何がいいって、うん、アイディアだけなんだよね。そう、ザ飯テロって感じな。そうそうそう、これがすごい僕は好きでした、ね、トミーが選ぶ理由が分かる。もう変な変化球とかじゃなくて、もうストレートストレートで来てるからね今。これでしょ。次はまあそりゃ美味しいよねって。うん、こちら肉寿司。何これ、肉寿司って何、うまいのこれ。美味しい。じゃあ超高級か。これはこれは結構高級かもしれないですね。まあ目の保養というか、まあそういうことになってくるね、お前の場合は。次、これもね、なんか、なんだろうな、ハーゲンダッツってさ、なんか、うん、高くて3、400円だけどさ、なんかさ、やっぱ高級な感じするじゃん。その原理なの。多分これ自体めちゃめちゃ高くはないんだけど、ああ、その、いろんなね、自分のお財布と見比べただけなら大丈夫だけど、うん、これなんか、おって、すごいいいなって気持ちになる。うん、卵かけご飯。何が散らばってんのこれ。おしゃれすぎるだな。梅とじゃこと高菜はちょっとあるのかな。すごいな。次いいですか。これちょっと面白い。うん、題名がスイカって書いてある。はいはいはい。でも肉がさ、エントリーされてるところにさ、スイカ勝てるわけないじゃん。まあそっか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 。なんかでいいっすか。うん、スイカ、え？でかくね、そこ。いや、めっちゃいいね。じゃあいい写真っていう。そうね、スイカなのかわかんないけど、この写真が意図があんのかな、そのこの人たちを支えるスイカみたいな。いや違うだろ、平面で見すぎだろそれ。お前奥行きあるからずっと奥だよ。そういうことじゃないの。いやお前スイカ手前だぞだいぶ。いやいや、なんかでかすぎるだろスイカ。いやまあまあでかいかもね、こうやって。でかいよこれ。そうやって言われたら。6枚目こちら。すごいな。いやこれ美味しそう。いやいや最後、はい、これも最後オムライスなんですけど、オムライスなんてほんともうえぐいぐらいの数来る。うん、その中でやっぱこうどう差をつけるか。はいはいはい。伝わりづらいじゃんオムライスの違いって。こちらです。え、服着てんじゃん。カーテンに巻かれてるなんか昼休みの中学生みたいな、なんか、うん、花あるなそいつ。そいつ花あるな。え、これ何、バラが咲いてんの。いや咲いてあるバラ一本にこう綺麗に巻いてあるんじゃない。もう芸術に近いからね、ここまでいくとね。すごいな。でもやっぱおもろいなこれ。もうこれおもろいよね。俺と違ったら
特別賞1個出す。あ、じゃあ俺賞があるってことでしょ。うん、でトミーがもう大賞無業、うん、じゃあ1番大賞トミー賞、うん、いいですか。でこれね、すごい迷ったんだよね、うん、だから結局これ見てうわ食いてえなって思ったのが一番飯テロだと思うから、おう、じゃあ今回は、はい、肉だけのハンバーガー。わー素晴らしい。これやっぱいいなって思っちゃったな。これやっぱもう必要なものしか入ってない感じ。実際、うん、僕もこれでした。本当に。うん、ただいやいや、まあ急遽変更しましょう。そうだね、まあ、じゃあ一応カンタも1これだったってことね。いや一緒でしたね。だとしたら、まあでも卵かけご飯かな。お芋になりました、こっちだね。これもいいね。いや写真が素晴らしいと思うこれ、うん、食べたいって思わせる写真だと思う、ね、うん、そうね。ということでサブチャンネルでした。ありがとうございました。できたら行きたいね、本当にね、うん、はい、次回もあるんでしょうこれ。うん、やりたい。はいはい、じゃあまた。